仏教大学はこちらをご覧ください。ここでは文学部英米学科について紹介されています。文学部英米学科の学びはグローバル社会に対応できる高い英語力の習得、学力別に15人から20人の少人数クラスを設置し、1年次から徹底して TOEIC、TOEFL のスコアアップを目指した授業が展開されます。2年次になるとネイティブ教員が授業を進める英語コミュニケーション系と、英語圏の文化研究を主体にする英語文化系、2つのコース科目から知識を深掘りしていくんです。留学制度も充実していて、オーストラリアのメルボルン市にあるディーキン大学で約半年間、単位互換の留学プログラムを用意。学生にとってはさらに語学力を磨けるチャンスであるとともに、全日程をホームステイで過ごせますから、現地の人たちとの交流を通じて貴重な異文化体験ができそうですね。また見逃せないのは、中学校、高等学校英語科教員養成にも力を入れている点。1年次から専門科目英語教育入門を受講し、免許編集制度を利用すれば小学校教員免許の取得も可能なんです。英米学科だからこそ得られた英語力を生かして、小学校英語教育推進コースを設けている京都市の小学校教員になった先輩もいるんですよ。卒業後の進路は企業、教育、公務員のほか、海外で活躍する先輩たちもいます。